チャールズ・ガーランドはアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の男子テニス選手。1920年のウィンブルドン選手権男子ダブルスでリチャード・ウィリアムズとペアを組んで優勝しアメリカ人選手として最初のウィンブルドンダブルス優勝者になった選手である。フルネームはチャールズ・ステッドマン・ガーランドといい愛称のチャック・ガーランドで文献に記載されることも多い。ガーランドは 第一次世界大戦の戦時中、1915年から全米選手権に出場し始めた。第一次世界大戦の戦時中、全米選手権は途切れることなく開催されていた。1918年11月に世界大戦が終結し、他のテニス四大大会は終戦後の1919 19年から再開される。ガーランドは終戦後のウィンブルドン選手権で活躍し、 1919年と1920年の2年連続で男子シングルスのベスト4に入った。1920年の男子ダブルスでチャック・ガーランドはリチャード・ウィリアムズとペアを組み、決勝でアルガーノオン・キングス・コートとジェームズ・パーク組を4から6、6から4、7から5、6から2で破って優勝した。ガーランドとウィリアムズはこうしてアメリカ人男子選手初のウィンブルドンダブルス。 優勝者に輝いた。チャック・ガーランドの4大大会男子シングルス成績は、全米選手権では1917年のベスト8、進出であったが、前日のようにウィンブルドンで2年連続のベスト4、進出があった。彼は長年にわたり全米テニス協会の養殖に、携わり、1927年の男子テニス、国別対抗戦、デビスカップ決勝で、 アメリカチームのキャプテンを務めた。1928年全米選手権の1回戦敗退を最後に彼は自らの競技生活に終止符を打った。1969年に国際テニス伝堂入り。1971年1月28日、チャールズ・ステッドマン・ガーランドはメリーランド州ボルチモアで72年の生涯を終えた。ありがとうございます。